構想。構想、五条、構想。1852年7月25日から1919 19年1月21日は、李氏朝鮮第26代国王、在位。1863年12月13日から1897年10月12日。後に、大韓帝国初代皇帝、在位。 1897年10月12日から1907年7月20日、韓国併合後は大日本帝国の王族として、特殊具、利体王と称された。聖割、い、意味名は、広氏の遺体屋座、劣化ではなく非、非、初意味名は、はじめ明、ジェファン、幼名は、命福、ミヨンボク、生児は、秋を、ミヨンプ、ジワ、生林、ソンニム、 ゴは玉縁、中四送り名は、当店隆雲はじめ局、厚市道正将校吉明公大徳、京春春秋冬豊を命立、聞いたるか神列高四君工業、景気戦歴官業羊猿丁栄竹広九と武器、安文のり明秋一翼帝、高田三角。即位時の年号を取って、後部皇帝、クアンムファンジェ、後部皇帝と呼ぶこともある。 即位前は、翼星君、育村君、翼星君に封じられていた。第二十一代、大栄その子、壮婚聖主の三男、恩心君の養子、南遠君、元は、人祖の七世孫の四男、沖ノリ大院君、李王、は、日の下に聖の次男。母は、李教府大夫人敏氏、祖父の南遠君、李玉は、三田渡るの名役を結んだ。 第十六大王、人祖の三男、林平大君、李の六世孫に当たる。よって高層は、林坪王君の八世孫、人祖から数えると九世孫に当たる。血統上は先々代の剣宗や、先代の明ら衆から見れば、遠く隔たった冒険だった。聖妃は、秋成皇后宾氏、敏妃、小二純州李銀らがいる。先大の時代は、 安藤を本願にする安藤金氏が外籍として政権を掌握し、勢い同政治を行っていた。その期間は59年間に及び政治は荒れ果てており、王族の中からも安藤金氏の打破を望む勢力が生まれていた。その中の筆頭が、沖則君、李王、後の沖則大院君と、先々大王、剣宗の母で、公明性資品であった。 神正しよう長子であった。1863年12月8日に、アキラ州が32歳で死去した。アキラ州の子は娘一人だけで、息子五人は全員溶接していたため、直系の四次候補がいなかった。そのため、傍系王族の誰かを大いにつける必要が生じた。当時両家一族の最年長で、生死。 後継ぎが決められていない場合の大井継承の決定権を持っていた、神忠志王校長士は、李王、おきのり大院君はかり、李王の次男命福を自分と、亡府公明制し、剣相の父の養子にした上で、12月13日に不足位させた。これが構想である。形式上、構想は、先代の明らのおじに当たる。この時皇宗は11歳であったため、 即位後2年間は、神田志洋が、水連調整を取ったが、沖きの大院君、大院君は、王の実父が王ではなかった場合に、王の実父に与えられる称号に封ぜられた父の王が、政治の実権を掌握した、大院君失世期。沖きの大院君は、安藤金志の勢い同政治を打破し、国内改革を行っていたが、 迫り来る西洋の列強諸国に対する対外策は、あくまでも、鎖国、上位であり、決して国交を結ぼうとしなかった。また、カトリックの弾圧を繰り返し行った。1866年に、フランス人シンプラを殺害、ヒノエトラ邪獄すると、その報復として、フランス艦隊が軍艦7隻でもって、高架島を占領したものの、これを追い払った、ヒノエトラような罪。また、 同時期に通称を求めてきた商船ジェネラル、シャーマン号も焼き打ちして沈めてしまう、ジェネラルシャーマン号事件。この抗議として1871年、アメリカ軍は賠償と通称を求め、軍艦五席でもって、高架等を占領するが、かのと羊王、夏美、大ン君は、交渉に応じず、アメリカ軍も1ヶ月で引き上げざるを得なかった。1866年に、 敏妃、秋成皇后が王妃として王宮へ入ると、大陰君は、便妃と対立を始め、便妃を中心とした便氏一族と、蔡英紀元らの従者勢力、政敵安東金氏の勢力を中心に、大陰君排除のための動きを見せていた。これらの勢力が結託し、1873年、皇僧が成人すると申請を宣言し、蔡英紀元の弾劾を機に、 大院君は追放される。代わりに政権を握ったのは、敏妃の一族である敏氏であった。皇想は、性格的に気の強い敏妃に頼るところが多く、政権を握った敏秘は、敏氏一族を養殖につけ、以後敏氏一族による、勢い同政治が始まる。敏妃派が勢力を握ると、国内の情勢は、鎖国から開国へ傾きかけ、開化派勢力が台頭してくる。 1876年、日朝修好条記、高稼働条約が締結される。これをきっかけに、アメリカ、フランス、ロシアとも、通商条約を立て続けに結んでいくことになる。ロシアの南下政策に対し、清日本、アメリカと協力しこれに対抗するという動きも見せ始め。しかし、国内の政治は、開化派と主級派勢力、衛星赤者派との対立が、 深刻化していた。大院君もこの動きに連動し、高想のイボアニを大いにつける国王配立の動きを見せていた。高想と敏氏一族は衛星赤蛇派を弾圧することによって政局混乱を収集を試みるが政治の混乱はさらに激しくなった。1882年、新式軍隊、近代式軍隊に対する旧式軍隊の差別待遇、 賃金未払いなどに対して、不満を募らせた旧式軍隊と、衛星赤蛇派、大員君の勢力が結託し、便秘暗殺、便氏一族、開花派勢力の追放も目論んだ、人後事変が発生する。人後事変によって一時的に大員君は復権するが、殺されたと思われていた便秘は、真の遠征外に介入を要請。真軍が出撃しこれらの勢力を排除する。大員君は、 清市へ連れ去られ、清市は朝鮮の治安維持の目的で三千の兵を朝鮮国内に駐屯させた。一方、この事変により日本公使館を襲撃され多くの日本人が殺害された。日本も軍艦を朝鮮半島へ向かわせ賠償を要求。住物、裏条約により賠償金の支払いと法人保護のための軍隊駐留を認めせる。 この事件により、清と日本の軍隊が、朝鮮国内に駐留することになり、朝鮮の軍事権は深刻なダメージを受けた。一方、B 日は、この事件により、真に時代していくことになり、開花派の反発を受けるようになる。1884年、開花派、金玉金を中心とした勢力は、後進政変を起こして、B 氏一族を廃し、一時政権を握ったものの、 中流新軍により駆逐され失敗に終わる。高層と敏妃は、清市への時代主義に傾倒していくが、対外政策も国内政策も混乱を極め、国内では、東学党を中心とした勢力が農民の間に広まり、保国安民と平成改革を旗頭に1894年、交互農民戦争、東学党の乱を勃発させる。この混乱を、 朝鮮王朝は収集できず、新軍へ援軍を依頼、一方日本は、法人保護を理由に軍隊を動員し、日清戦争、1894年から1895年の原因になる。この戦争は、欧米列強の支持を受けた日本軍の勝利に終わり、下関条約を締結することになる。これにより朝鮮は、真の従属国の立場から、 独立国家として承認されることになるが、真の後ろ盾を失った便秘は、今度は、ロシアと結んで、日本に対抗しようとした。この動きを警戒した日本公使、三浦五郎や海韓派、大院君などの勢力が、便秘排斥の動きに出て、1895年10月8日、便秘暗殺事件、昨日と羊事変が起こっている。近江州内閣は、犯人として、リアマネ会。 クズク、インスズウの三名を死刑とし、日本国内では、三浦らを、権威不十分として釈放した。ビンヒ暗殺事件に、日本軍が関わっていたと報じられると、国内は、新日派勢力と、抗日勢力が対立し、カウンタークーデターとして、春オモン事件、1895年11月28日、を起こし、近江州総理らを殺害しようを奪おうとした。しかし、 この計画は、新衛隊大,大隊長の李信校の内通により、失敗に終わった。この後、リハン・ススムは、ロシア交換に逃げ込み、次のような、綿密な計画で、構想奪回を試みた。この計画は成功し、構想は、ロシアと内通して、ロシア領事館に逃げ込み、反ロシア派は一掃された、ロカン派戦。ロシア領事館の保護下で、 抗争は、進路政策を取り、様々な契約をロシアと締結した。開花派の近光州などは殺された。多くの権益がロシアに奪われ、民衆は、進路政権に対しても、反発の動きを見せため、抗争は王宮へ戻らざるを得なくなった。こうした、自主独立の動きに押され、抗争は1897年10月12日、朝鮮初となる皇帝に、即位。 14日に国語を大韓帝国と改め、年号を三つ竹とし、皇帝申請による独立国家への動きを見せ始める。また、昨日と羊事変の再調査を行い、日本人総始らに便秘が殺害されたという応急事変に関する広報を政府として公表しようとするが、日本公使、小村寿太郎の圧力によって、英文雑誌に記事を掲載せるにとどまったとも言われる。 一方で構想は、1906年、韓国党韓代理、長谷川義道を越見した際に、我が診療中不定のと、私の部下の中に犯人がいたと述べている。皇帝になってからも、構想の周辺は、安定せず、1898年7月には、皇帝上位計画が、9月には、金広史陸独茶事件、構想、皇太子暗殺未遂事件が起こっている。また、 独立協会を中心とした独立派に対する主級派の妨害によって政府内は暴力的清掃の状態になり、ついには独立協会は解散、議会政治への道も閉ざされてしまう。構想は三つ改革という近代化政策を推し進めるが、財源の一元化の失敗、脆弱な財政基盤を強化するための増税が民衆反乱を招き、改革は頓挫してしまう。 当学の残党も活発な運動を続け、八百九十九年に英学の反乱を起こしている。一方、満州と朝鮮を挟んで、ロシアと日本の帝国主義国家間対立は深刻化し、1九百四年から1九百五年に日露戦争が勃発している。地政学的な国策から対朝鮮政策を強化したい日本は、戦局が優位に進む中1九百五年四月に、 韓国保護権確立を閣議決定。7月29日には、アメリカとの間で、カツラ・タフト協定を結び、アメリカのフィリピンでの権益を認める代わりに、朝鮮での権益を認めさせ、8月には、第2回日英同盟を締結し、ロシアの南下に対抗する拠点として、朝鮮支配の確約を得た。また日露戦争中に構想はロシアに時代するための密集を派遣していたが、 日本は、抗争の密使を発見し、抗争の条約違反という弱みを握ることとなった。列強の指示を取り付けた日本は、日露戦争勝利後、11月17日、第二次日韓協約、木の富保護条約を締結し、韓国の外交権を剥奪し、日本の保護国とした。小生院日記には、抗争が保護条約反対派の大臣をなだめる記述が残っている。 一方、これらの動きの中で構想は、1907年6月に行われる第二回万国平和会議に秘密裏に特使を派遣し、ハーグミッシュ事件を起こすが、すでに日本の権益を認めていた列強からは相手にされなかった。この事件により、日本の意を受けた、李寛陽などの勢力は、皇帝単位へと動き、7月20日皇太子李への上位に追い込まれ、不都皇帝となる。 2018年現在で東アジア最後の大情報である。1910年、明治43年8月の韓国併合に伴い、特殊宮、李太王の称号を受ける。1919年1月21日、3.1運動の起きるおよそ1ヶ月前に67歳で、皇居した。毒殺の風文が流れ、3.1運動を刺激した。 日本の王皇族特殊宮、李太王、として1919 19年、大正8年3月3日に国葬が取り割れた。御両は、皇両。なお、日本政府の立場においては、皇僧の病号及び、皇帝の名称を含む死後を公認するものではなかったが、李王家の死儀としても公認した。しかし、墓を皇陵と命名し、その石碑を建てる動きが起こるに及び、内省は、 皇族待遇の両家の前当首には、天皇陵と同等の故障は許されないとして、皇族なら、墓になる、領の故障の差し止めを図った。しかし、皇陵の管理人が独断で検討したという形で、大観光相談皇帝、皇陵の一縮みが立った。これは、民族独立の機運が高まる中、事態の紛糾と、朝鮮貴族の離反を恐れた朝鮮総督府の黙認のもと、 朝鮮貴族らが協力して実現したことであり、総督府の働きかけにより、区内省も妥協することになった。1890年代後半に東洋を旅し、高僧とも面会したイザベラ・バードは、背が低くて、顔色が悪く、平凡な人で、落ち着きがなく、両手をしきりに引きつらせていたが、居住まいや物腰に異厳がないわけではなく、愛想が良く、生来の人の良さがある。 心優しく恩和だが性格が弱く、人の言い,いなり、性格的な強さと知性があれば、明君になれたかもしれなが、意志薄弱なのが、致命的などの感想を抱き、聡明な妻、貧妃の強い影響下にあると述べている。日米王の列強諸国や、宮廷内の権力争いの間に翻弄され、国を失った悲劇の皇帝であるが、外国勢力に頼りすぎる。 主体性の無差がかえって国内の混乱を招き、対外干渉を受け国を失った亡国の死という批判もある。構想の親類、近親、祖先の詳細、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。